おはようございます。ナッキーです。お久しぶりです。お久しぶりで、いきなりおじさんのアップから始まるんですが、今日はですね、今朝の5時なんですけど、ちょっととあるところにですね、行きたいと思います。何をしに行くかというと、新しいね、馬を探しに行きたいと思います。おかげさまで、たくさんのね、子供たちが、私のクラブに通ってくれてるんですけども、結構ね、小さいお子様が多くて、その小さいお子様向けの馬いるんですけどね、もっとね、子供たちを支えられる新しい仲間をね、探しに旅に出たいと思います。眠いです。では行ってきます。セット大丈夫ですよ。でも、どっちが、まだ若いんですね。そこは2頭まだ若めですね、比較的。これぐらいかな。もうちょい大きいかな。こっちは結構大きいな。この子とこの子の間ぐらいの子が、はい、メスのお産子と。ちょっと大きめですね。そうですね。もうちょっとちっちゃくたら、この子ぐらいが。そうですよね。やっぱり理想の大きさですよ ね、 そうですね。ギリギリ大人も乗って調整できる。女性の方でしたらこの子は、ね、お受けしてますね。最高なんですけどね。あ、本当ですね。顔もいいかもしれない。そうなんですよ。ただすごく勝ち気な性格なので。繁殖もされてるんですか。繁殖も、はい、向こうに今から行くところにもちょっと、そうなんですね、メスがたくさんいるんですけど、で基本はうちで生まれた子をそのまま調教してます。このサイズが、そうですよね。この2頭あたりがちょうど。これフェイジョアっていうの、歩いてるんですよ。めっちゃいい子。夜もフリーにしてる感じ。あ、夜はみんなお家に帰ってきます。そうなんですね。はい、お腹が空いたら帰ってきます。
猫用のお家があるんだ。あ、そうですね。そうなんですね。受付周辺が猫。あ、あんなところに帰ってきてくれるんですか。はい。ゴロゴロしてる。かわいい。お腹ポジ。自分が可愛いの知ってるな。うん、知ってるね、これ。自分が可愛いって知ってるな。まだ若いの、この肉球がまだピンクなんか。あ、瀬戸内海っていい海やな。すごい。お、アルパカがいる。あ、あれ、あのラマです。あ、ラマ、はい、これはラマか。ラマです。ツバペットするやつですか。しますね。このが繁殖用ですか。はい。コウマですよね。コウマです。この子はお母さんですか。こっちがお母さんです。あ、こっちお母さん。あ、こっちお母さん。はい。ここが少し産むかな。オスも優しいんですよ。やってきてくれた。なんもないねんけど。かわいいな。素敵な毛色。ミニチュアホースが好きで、あ、そうなんですね。数がすごく多いんですよ。そうなんですね。ここがリッシュポイントですね。これあの写真載ってた子じゃないですよね。これは一応出てますね。うん、あ、そうですね。ももちゃんなんか気が強いんでしたっけ。そうですね。まあ、ちょっと調教っていう状況が入ってないんで、暗付けして人が乗って、はい、くらいのところでもう繁殖の方に入れてしまったんで、今6歳ですね。あ、まだ若いです。全然蹴ったり噛んだりなんかもないので。人を乗せたことあるんですか。わー、もう何年も前ですね。この放牧に入れる前に、はいはい、ちょっと練習してすぐここに入っちゃったんで。この子は今8歳ですね。なんでもうあの真っ暗な状態ぐらいに思っといてもらった方が、まあ、性格はいい。性格はさですね、なんで売れないのかなっていうぐらいの。あ、そうなんですね。見た目も可愛らしいんですね。そうですね。性格も特になんか別にどっか悪いだけでもないですね。特に悪い癖もないですし、足元も別に、はい、そうですね、怪我とか病気もないですね。ただあの、まあ、はい、ずっとここにいるんですけど種はつかないですね、はい、ああ、そうなんですね。でまあ体質なのかなとは思うんですけど、相性だったりもするので。ももちゃん、ももちゃんじゃないわ、まだ進みますよ。キャロルちゃん、ミニチュアホース祭り、かわいいな。いい顔してるな。大きさもバッチリ。あなたもいい顔してるけど。ね。あ、でもなんかちょっとこの子は強くない。
かわいい。